聞いてきてもらおうかなと。行ってきます。うわ、行ってまいりました。おお、しっかりした方がいいですよ、ファンの方。最後、せーの、ドン。あー、おー、おー、聞いてきてもらおうかなと。行ってきます。いや、あのね、好きらしいんですよ、どうやら、はい、内容ほとんど覚えてないけど好きらしいんです。何が好きなんですか。何が好きか難しい。全部好きです。いや、多分分かってないからね。キャラクターは誰が好き。キャラクターはもう禰豆子。なんで。いや、やっぱ鬼と人間のね、あれですか。炭治郎が好きです、やっぱり。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いい、もうそれ多いよね。理由が見つからなきゃ他のに変えるっていうやつ多くない。ね、ひどいっすね。ひどいよね。しかもさ、鬼と人間のじゃなくて禰豆子鬼やけんね。あ、そうでした。人間と共存してる鬼ですね。他にもおるやん。でも2人おったやん。ねえ、玉代さん、男の子と、うんうん、あー、そうそうそう、おった。玉代さんか、玉代さん、玉代さんおった。医者みたいなこと。そうだそうだ、玉代さんもおったっすね。人間と共存してる。あれダメなんですか。あれは違う。でもその理屈で言うとそっちも一緒。そうですね、そうですね。忘れてました。忘れとったぐらいやったもんね。ちょっと好きな、ちょこっとしか出てきてないですから。いや、結構出てきたよ。できましたっけ。出てきてる。あの二人、あのケマリの戦ったよ、めっちゃ。結構キーマンというか、うん、あー、そうでしたっけ。覚えてないし。絶対好きじゃないよ。いや、好きですよ。再販なんですよ、これ。なるほど。なんかそんなにわ、すげえなっていうクオリティでもない、うん、あ、プライスぐらい引けそうですね。いきなり全部引かれてるみたいなことはなさそう。まあ、多分ないと思う。うん、なるほど、はい。ただ、鬼滅の刃人気で前回発売された時よりもだいぶ人気が弱まってるんで。見てない人がね、まだ。そう、でも分かんないから、ちょっと自分引いてきて。分かりました。僕は別に欲しくないので。はい、行ってきます。引きには期待してない。一応予算は用意しとるから。はい、ありがとうございます。全部買ってきてもいいぐらいの予算を出して。おお、はい、これもう胸熱じゃないですか。胸熱です。ね、大好きな根づちが出ますよ。根づち。ね、こうやって引いてじゃあ、はい、行ってきてください。行ってきます。頑張って。一番くじを買いに行く俺。気合入れて A、A って。 A、いただきます。 C、 お、 A、 おー、おー、来た来た来た。日本で4個 A 賞出ました。 F、 F、 E、 F、 E、 E です。 A 出ました。一番くじを買ってきた俺。どうやった。いや、結構こう海だとかあちこち行ったんですけど、はい、行列でそこだったんですよ。やっと見つけて、そう、やっと見つけて引いてきました。だって、ね、サイトがパンクしとった。そうなんですよ。すごいね、人気やね。場所が分かんなくてで、みんな欲しいか。大人気やね。はい、で引いてまいりました。おお、これをですね、A でしょ。 B は、 B はですね、なかったんです、ね。あ、もともと、あら、もう出てた。出ちゃったので、出ちゃってましたね。はい、めちゃくちゃ出来悪いよ。そうですね。どう。いや、これはね、顔も似てないし、よろしくないですね。見てこれ、ひどいよこれ。マジでひどい。あんま言うとさ、これもともと合わせてるんですか。ファンの人たちって、いや、そんなことないです、いいフィギュアですとか言うんですよ。いや、しっかりした方がいいですよ、ファンの方。ちゃんと見た方がいい。ファンの方がそういうこと言うから、メーカーさんこれでよしと思ってさ、出すんですよ。ちゃんと言わないから、出ただけで OK とか思ってさ、なんか言っちゃうじゃないですか。だからこのクオリティでも出せば売れるじゃないですか。そうそうそう、今回みたいに、ね、そうって思ってそのままキープですよ。だからドラゴンボールはあれだけみんなが厳しい目で見るから、どんどんクオリティが上がってる。クオリティ上がってるんですか。ワンピースもね。そうそうそう、考えて。何でもいいから欲しいって思ったらダメですよ。そうそう、うん、欲しいわけないやん、こんなもん。泥人形いらないよ。マジで泥人形やん。パペットマンですよ、こんなもん。ちょっともう開けてますけど、開封はしてません。はい、はい、どれが欲しい。僕、禰豆子がいい。何、禰豆子と善逸が欲しい。色紙シークレットがある。絶対シークレットやん。鱗滝さんやろ。うん、じゃあ開けていこう。はい、せーの、ドン。はい、伊之助一つ開けて。誰で、はい、こうの、はい、知らん人。いや、しっかりや、伊之助。伊之助、せーの、ドン。はい、はい、富岡さん、はい、せーの、ドン。富岡製紙工場、せーの、ドン。はい、知らん人。はい、せーの、ドン。はい、おー、主人公。はい、せーの、ドン。炭治郎、誰、善逸です。はい、善逸、こうの、はい、善逸、はい、善逸、はい、炭治郎。あれ
これ近くから引いてきたらもしかして。ほら、お姉さんが適当に。じゃあダメだ。全員ほら、同じところから取った方がいい。最後、せーの、ドン。ああ、出た。同じところからばっか取ったわけね。固まっとけね、大体ね。固まっとけね。これ、カッカッカッて。これもシークレットが2つある。あ、引っかい。せーの、はい。ドン。これ何？伊之助。せーの、ドン。はい、ハッピーハッピー。ハッピー。ドン。かぶった、かぶったやん、かぶった。またかぶるやん、せーの、ドン。はい、あれだ、ということで、うん、これ開けるまでもないんだけどね。はい。もうそんな感じで、ちょっと今日バタバタでしたけど、また戻らないといけないんですけどね。開ける後で。開けてみようか。開けます？まあでも欲しいんでしょ、普通に。うん、はい、うん。じゃあ別に開けても。こういう人がいるから、こんなんができる。うん、そう。このクオリティで再販って、まあ、珍しいっすよね。ありえんよ。だってありえんね。あのね、ガチャポンレベルですよ、本当に。このクオリティだと。200円でこんなちっちゃいんだったらありっていうぐらいだと思うよ。まあよくてでも300円、400円、うん、っていうぐらいだと思いますよ、これ本当に。めちゃくちゃあるの。好きだからこそこれは許せないよ、さすがに。このクオリティで商品化するのは。そうね、A 賞やけね、うん、はい、ということで、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。しお願いします。さよなら。2番くじを引いてたらタオルばかりが増える、上位賞以外では何もいらない。でも今回は松の田が神引きを見せたから、おいさんたちが大歓喜。